失礼します。すごい。改めまして僕たちはエビダンドリーム、こちら YouTube 生配信ではエビダンドリームマッチの全順位中間発表を行わせていただきます。お、ね、ちょっと本当に楽しみな、ね、結果発表を待ち遠しいですけれども、ただいま開催中のエビダンドリームマッチですが、改めてどんな企画なのか、説明させてください。はい、ニューデイニューウェイブがエビダン山手線ジャック春田トイヤダエビダンザプロジェクトの一環として、実は僕たち〇〇ですの駅ごとのユニットと連動し、ニューデイニューウェイブ各駅バージョン全27種がリリースされました。はい、その27駅の中でたくさん聞かれたユニットが、今回のエビダンザライブ2023のステージに登場、ステージを見たいユニットの楽曲を聴いて応援してくださいというものでございました。はい、まあね、こちら SNS で、日本のトレンドも、たくさん入っていきたいと、思っておりますので、はい、ハッシュタグエビダンソイをつけてつぶやいていただけると嬉しいと思っております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。3位から気になる、いきましょうか。3位はあどうだ、こちらのチーム、これ結構意外だな。意外、嘘でしょ。いきます。チーム兄弟、マジ兄弟、1位が、確かに1位でしたよね。1位がまさかの3位、これはなかなか楽しいですね。楽しい、はい、楽し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 い、そして楽しい、はい、そっから1位2位ですね。はい、はい、気になるね。気になる、まさか兄弟が下がるのか。第2位がチーム目がいい。かなりこれね、変動が、ね、ありまくりますけれども、これたくさんすごいエビダンメンバーが載ってますので、そういうことか。ぜひぜひ推しを見つけてみてください。はい、はい、すごい、ルーレット遊んでみます。じゃあ遊んでみたい、はい、お祭りいいっすか。いいっすか、特別にね。じゃあこれを地味記事の時に何か、あ、終わっちゃった。中行きましょう。最初からね、レベルマックスなんで、はい、めっちゃ速い、レベルがあるんですね。ここだな。ん、誰だ、もう氷馬くんだ。おー、やった、氷馬くん当たった。そしてですね、ここで重大発表いたします。重大発表、重大発表、エビダンドリームマッチで1位と2位、あとプラスアルファのピタリ賞にランクインできたチームが今年のエビライのステージに立てるということでしたが、ステージに立てるとは皆さん一体どんなことなんでしょうかね。ステージに立てる、パフォーマンスができる、その3グループがなんか表彰されるとかですか。ああ、確かに確かに、メダルもらえたりとか、表彰される、ブブー、もう違いますか。なんだろう、あ、もしかしてシャッフルユニットができるとか。シャッフルユニットができるとか、ブブー、違うのか。なんだろう、他なんだと思う。他なんだと思う。あ、はい、あ、なんだ、すごい美味しい食べ物が食べれる、ブーブー、他なんだと思う。いや、わざあの田畑駅とか田んぼがあるってあるじゃないですか。田んぼを作る。え、嘘、土地もらえる、田んぼ作る、ライブで、ライブで、ライブでキャンプを作る、ライブで作る、ライブで生中継、何言ってんの。そうか、大丈夫ですよね。どうね、言ってたと思ったんだけどな。1位にもう1人が違います。それでは発表いたします。はい、この枝張り市3チームですね、エビダンザライブ2023にてこのユニットだけのオリジナルユニットソングを出します。おお、わお、すごい。ピタリ賞についてですが、3位から12位、表でいうと左半分でございます。ここの、中からピタリ賞の順位を5月13日土曜日の結果発表の際に生配信で発表いたします。12位以内に入ると、ピタリ賞のチャンスが狙います。ユニットソングとか、本当にこのタイミングでしか叶えられないメンバーの組み合わせも絶対にあるはずですから、皆さんもろもろ踏まえた戦略などありましたらですね、
ハッシュタグエビダンソイエをつけてつぶやいてもらえると嬉しいと思っております。なんか噂というか、何ですか、ちょっと風の噂聞いたんですけど、これ大丈夫ですか、配信しちゃって。一応試しに配信してみて、試しに配信してみて、何ですか。まあ先ほどね、ちょくちょくあの話題に出てた12位ね、ウイスダニ駅、オリチームですよね、はい、が誰と誰でしたっけ。え、僕とエイクですよね。なんかエイクがなんかインスタのねストーリーで、なんか白い文鳥とハムスターって似てるよねみたいなストーリーを上げてたらしいんですよ。はいはい。まあ俺の勝手なごめん想像だと思うんだけど、あいつ鳥飼ってねえんじゃない？多分だけど、ハムスターと勘違いしてんじゃないのって思うからその場合。ソロですね。ソロで見たの。ソロあるいはまあちょっと、なるほどなるほど、うん、カルマを背負ったエイクが。なるほどなるほどね。まあ逆にいいですか。ひっとりてソロステージみたいな。いいと思うけど。ので分かんない、本人の口から説明がないと分かんないですけどもっていうちょっと噂というか。っていうのもあるんで、そこら辺もちょっとぜひとも皆さん注目していただけたらいいなと思っているところでね。ちょっと本当にあの白い文鳥だといいんですけどもね、ハムスターじゃないことをちょっと祈りますけどもね。エイク君どうなんですかね、怖いですね。そりゃさあ、それでは皆さん最後は今ちょっと出ましたけども、その言葉で全員で締めましょう。はい、はい、せーの、そりゃありがとうございました、バイバイ。ありがとうございます。はい、お願いします。そういうやつ。さあ、これはどうするんでしょう。そうですよね、始まってますよね、もう。はい、失礼します。失礼します。じゃあ失礼します。さあ、もうすぐに移動してきました。よしよし、アワカ、YouTube。改めまして、エビダンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ついにです。ただいま開催中のエビダンドリームマッチですが、改めてどんな企画なのか説明します。ちょっと待って、ごめん、一回拾おうかな。一瞬ちょっとえ止めた方がいいか。一回止めた方がいいか。配信も、配信自体も止めてください。ちょっとこれカメラ触れます。はい、有識自体がカメラ触れます。おいおいおい、ちょっと待って、どうしたんだよ。これ映せますね、これ。おいおい、ちょっと映してない。今映ってますか。え、マジで気づかなかったんだけど、俺。これ今マジで気づかなかった。お二人だ。俺マジで気づかなかったわ。何やってんだよ。何をしてる。いや、違う、ヒロマ君絶対知らないじゃん、それ。いや、全然予想だ。じゃあ、ライトの位置がちゃうんかな、じゃない。え、マジで気づかんかった。事故。じゃあ、続きますよ。今、ちょっとうっすらと、カメラ越しに。軸越しに。うなずいてるけど、これ。どないしたん、俺、ストーリーとかいろいろ見てたけど、転職したの、この間。ライブ回ってたんちゃうのかな。まあ、いいか。じゃあ、ちょっと続けますか。さて、気になるランキングですけれども、はい、まあ、早速じゃあ出していきましょうか。13位までが、このような形になっております。はいはい、お願いします。これ出ちゃいますよ。お願いします。今日よろしく。本当に何もなかった。うわー。はい、よろしく。意外と、あれ、ウグイス谷が、あの、もう意外と13位のところまで来てたやん。鳥が、そう、あの、来てますね。もう鳥がね、ソロライブの可能性がある。そう、ソロライブの可能性が大事だと思います。そして第2位の発表です。はい、不動の1位だった、兄弟目白駅。わあ、ここにね、まさかの動きが出ると。動きがあったんですよね。うんうんうん、ダウンじゃあ。これダウンですね。あ、でも1位アップか。アップでした。アップ。前回はまあ3位だったみたいな。そういうことも粘着が、テンパってる粘着が。で、なんと1位、おしゃれ原宿駅と。うわ、おしゃれな。ありがとうございます。おしゃれ、これです。アップです。なくなっちゃった。あの、目に焼き付けてください。そんな材料記憶、形状記憶させてください。そんなことないな。覚えてくれてください。アップです。アップです。はい、かなり順位変動あったっぽいですね、これね。結構あるね。なるほど。なんかソイヤルーレットというものが、エビダン TikTok にございまして。はい、あります。今回僕が挑戦するということで。ソイヤ、
前回はあのミルクのその瞬間がやってましたね、うんうん、はいはい、あマックスなんですけど、うん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 、こういう感じで私を選ぶっていう、ごめんなさい、いやもうダメやん、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 狙っても無理やん。エビダンザパレードでカバーしました。あ、そうなんですね。カバーしたい曲などありますか？なるほどね、これね、さっきも言ったんですけど、うん、結構シャッフル僕ほぼ全部やってるんですよ。そう、一通りやったよな。だから、なんだろう、でもなんかそれこそバディーズさんとか、あと桜しめじがないね。あ、もういいよ。そう、桜しめじがないから、はいはいはい、そう、桜しめじないからそっちもすごい目線、目線があっち、うん、だからやっぱやったことない、まあいっぱい、まあね、グループがいるのでね、はい、まあやってみたいかなっていう感じかな。なるほど、確かにね。そんな桜しめじさんはどうなんですか？そんなやばい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 。そんな、絵じゃないのよ、絵じゃないのよ、絵じゃない、転職されてるわけじゃない、うん、あ、じゃあもしエビダンに入ったとして、あ、やりたいグループとかいらっしゃいますか？あったら教えてエビダン、それはあるでしょ、シンプルに聞こえてないじゃん。ちょっと本当に全うしてるんで、集中してるから、すいません、あ、そうです、それが悪い、ごめんなさい、すいません、すいません、申し訳ないです。以上、ミルク山中十太郎と、ゲームは自分にある長野亮太と、ジャズキュー高橋平と、ジャズキュー吉江です。スーパードラゴンの田中幸喜と、バディーズのせいやと、はるきと、ゆうまでした。ありがとうございました。カメラマン田中陸斗、アシスタントディレクター、テンション低い。違う、いるな、なんで今もう入ってくんな、もう。エビダン、エビダンだったら、源氏部やりたいです。今違う、遅い、嬉しいけど実さずっと考えてたよ、実さ、実さずっと考えてくれたよ。なんで来たの？今日仙台から帰ってきたの。そういうことじゃないですか。今帰ってきそうで、やってるよ、そのまま駅で解散しようと思ったんだけど、うん、配信やってるっていうから、じゃあカメラマンやります。おかしいな、すごいわ、なんでそうなるんですか。めっちゃふっかるやん。暇じゃないよ、暇じゃないよ、別に暇そうですよ、お忙しいということで、ずっと後ろでやっててくれました、はい、しめじにもありがとうございます。ありがとうございます。ということで、はい、最後はあの言葉、あのポーズで締めたいと思います。はい、さあ一緒にお願いします。はい、せーの、そういやー、ありがとうございました。ありがとうございました。グワーくから今か、どうですか、そろそろ大丈夫ですかね。 OK、 さあということで、生配信が始まりました。僕たちがエビダンです。ちょっとごめんごめん、もう一回やろうか。僕たちが言ったらみんなでエビダンですね。いきますよ皆さん、僕たちはエビダンです。最終順位を発表していきましょう。さあ、泣いても笑ってもこれで最後です。だよ、27位日暮里駅、とりあえず貼っていただいて、はい、26位いつでも本神田駅、25位デザート御徒町駅、24位馬年高田の馬場駅、23位駒込駅、はい、そして22位魚座品川駅、該当者は、おお、そして21位映画有楽町駅、そういうのもいいよ、悔しいよね。これがリアクションを大きくと言われてます。言わなくない言わなくない言わないよ、ベラカンペ読まなくない、だいぶ他にのある悔しい、悔しいよな、残念でした。どんまいどんまいでかすぎる。それ20位バスケ渋谷駅、第19位アニメ池袋駅、ほらほらくそ、ほらほらやってられかよ、言い過ぎ18位鳥
ウグイスダニエキ。ソロプロジェクト。そうじゃないこれ。まさひろのソロプロジェクト。ほら。え？これちょっと詳しく聞きましょう。これちょっと詳しくだったからね。それ本当ごめんなさい。一応説明して。一応説明してください。なんでそうですあの僕あの文鳥飼ってないです。は？なんでそうだったんだっけ？というのは？あのまあ鳥チームなんですけれども、あのまあアンケートで。あの聞かれたじゃないですか。鳥が飼ったことある人に言われて、でその時もう自信持って飼ってますって言ったんですけど、記憶があったんだ。ハムスターでしたね、飼ってた。間違えてねえじゃねえか。似てるか。まあまあ、これはですけどね。これはですけど。いや、まあまあ、さすがに。一緒一緒。羽根がある。それでは第17位。高身長大塚駅。おら、高身長。第16位。ラーメン田町駅。うわ、ラーメン。高橋君。やばい、やばい、やばい。あれ、何個入ってる？何個入ってる？こいつ何個入ってる？何個入ってる？5個ぐらい入ってる。これは2つぐらいしかない。なぜこの何個？第15位。15位。グループ。鉄オタ新橋駅。鉄オタ、鉄オタ、鉄オタ、いたんだろ。そう、あ、いたよ、もう一人。そう、僕と2人で。2人ユニット。で、これ20位まで行って。20位。第14位。勉強、代々木駅。おお。勉強。バイト者だ。俺も入ってる、俺も入ってる。あ、そう、入ってる。すごい。勉強駅の入れるのインテリア。よっしゃ。素敵です。カエさん素敵です。本当に勉強好きか。でも勉強好きだよ。本当にそうなの。畜生って言うんだ。畜生、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 畜生のやつ、古文の言い方。さあ残り1グループ。はい、第13位。逃れればプラスアルファに入れますよ。ただある田端駅。ああ、よっしゃ。新大久保駅。おお、そして11位、はい、おばあちゃん子菅間駅。おお、おばあちゃん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 、見てわかるでしょ。違うでしょ。じゃあ続いて10位、おばあちゃんがいいな、平和な。リーダー新宿駅。おお、入ったじゃん。ちょっと優秀な人が今田拓也さん1個も入ってない。おわすごい、すごいね。最強よ。さあ9位です。冒険五反田駅。イエーイ。五反田駅入った。嬉しい。続いて8位です。年上大崎駅。あ、俺だ。カイさん、はい、この駅見たかな。はい、ちょっと発表していきましょう。7位です。お絵かき上野駅。え、お絵かき、お絵かき、入賞、入賞。あら、またじゃん。そうだ、そうだ、めっちゃいるやん。6位です。はい、おい、誰が6位ってないよ。塩の名前、浜松島駅。おい、おい、おい。5位です。アイドル秋葉原駅。おー、誰？アイドル。おい、いたいたいた。あ、いらっしゃいますね。多いね。4人いる。多いな。4位です。おしゃれ原宿駅。おー、おしゃれ。ここに行けたか。おしゃれ、おしゃれ。やばい、来た。あ、じゅうたろ来た。じゅうちゃん。お、3位は目がいい目黒駅。おー、おー、目がいい。さあ、いよいよということで、いよいよですね。こちらはもう余ってるというか、呼ばれてないところがね、確定。はい、こちら、2ユニット、オリジナルユニットソングね、制作、配信リリースということですけれども、はい、まあ一応ね、順位、1位、2位ございますんで、2位から。じゃあ1位発表するか。1位の方が良くない？こういうの。あ、1位、いや、どう、2位の方がいいのかな。どうぞ。これ10分発表しなくてもいい。3択ですよね。2位から発表か、1位から発表か。ちょっとごめん、しないか。多数決取っていい？ごめんね。めんどくせえ、めんどくせえ。それはめんどくせえ。よかったね、決めてください。オッケー、じゃあ2位は2位入って2位なんだ。わかる、1位いきましたね。
西日本出身に西日暮里駅。イエーイ、残り1人なんだよね。ちょちょちょ、負けんで、いや一応なんですけど、僕徳島出身なんですよ。だからあちょっと該当しないですよね僕。だからあの西日本で思われなかったおかしいの、まあまあまあいいです。西日本さんには、ゆうきさんは宇宙人なんでね。宇宙人ではない。違う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 、特殊だからね。宇宙人は宇宙人なんでね。まあまあいいです、これはまあおめでとうございます。さあということでね、1位皆さんもお分かりの通りですが、1位は兄弟よっしゃー、よっしゃおめでとうございます。1位2位はもうすごいですからね、オリジナルユニットさんの制作、ね、配信リリースすごいですよ。おめでとうございます。それでは所属しているメンバーにちょっとコメントをいただきたいと思います。まず2位の西日暮里駅からすいません、じゃあコメントをお願いします。でけえな。いやそうっすね、もう僕はもうこの残り一機を西日本に全てをね、ロス入ってたうちのかけてた西日本にかけたんだ、全部としてた。でもやっぱあの本当にね、あの皆さんの力があってこそだと思うので、いやすごいよ本当にね。なんかそのなんていうの、新しい曲が作れる、みんなで歌えるってことがすごく楽しみだし、ある意味なんていうの、そのミルクと超特急のコラボみたいな感じでは、まあ確かにそうね、言っても過言ではないと思うから、それも楽しみだなって思うので、皆さんぜひ楽しみにしておいてください。ありがとうございます。ありがとうございます。こんなお気にあとそのそれでは栄えある1位の目白駅、おめでとうございます。ちょっとーいやー強かったね、強かったね。いやーやっぱり、はい、こんなすごいなんかこうこの兄弟のメンツでもうステージ立てるとも思ってなかったですし、なんかちょっと今緊張してるんですけど、なかなかないこう絡みなのかなと思うので、確かにちょっとオリジナル曲あの楽しみにしててください。はい、ありがとうございます。直屋は吐くよね。ちょっと今、これで遅かったわ。どっちでも差し支えないね。シュート、シュート、シュート、シュート。あ、シュート。両方。両方。兄弟違い。ライト違い。ライト。ゴーリー。しかも名古屋に関しては、リレー終わりだっけ。こいつ。確かに。そうですね。本当にすごくありがたいことですし、あの去年でしたっけね、エビライ。去年だよね、うん、でなんかまあ、まあ、ディッシュが卒業してみたいな感じのこうタイミングの時に、まあ、エビダン売れようぜってまあ僕が言ったんですけども、うん、まあそのなんかね、時代プロジェクトがこんなにもこう大きく皆さんの力でこうでっかくなってこう支えられてるんだなっていうのが感じられたので、その恩返しをステージでお返しできたらなと思います。おい、本当にありがとうございます。素晴らしい。ここからプラスアルファピタリ賞を決めていこうと思うんですが、どのようなちょっとね方法で決めるっていうのをちょっとね悩んでるんですけれども、ケビン、はい、何がいいと思う？そうですね、ちょっと吹き替え、くじとかどうですか？あ、そう、あ、みんなくじです。いや、下手くそだ。、こちら、アナログな、ね、感じで決めていこうと思います。もしかしてこの子たちは ENL です。イエーイ。あれですね、あれ、ま、え、君たちって4月29日エビダンスパレードでデビューしたリエネル君たちだね。挨拶を。僕たちはリエネルです。本日はお手伝い係を務めさせていただきます。よろしくお願いします。こちらの下の方にスペースがあると思うんですけども、はいはいはい、うん、ここに3位の席の方から順番にどこでも好きなところをシールを貼っていただきます。なるほど、うん、そして、まあ、網だくじをしていくっていうことなんですけども、うん、どこのアルファベットを選ぶかっていうのは大事だね。ソイヤといえば赤ということで、赤の代表、赤の代表、ゆき先輩、赤の代表、赤の代表、どんな称号聞いたことないですけれども、ゆき先輩に引いていただきたいと思います。はい、はい、ちょっとエゴ出して重太郎の J で、あ、いいじゃん、J 太郎、いいじゃん、エゴ太郎ね、エゴ太郎、ソイヤ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 でございません、セイヤです。
B 型なんでちょっと B に個人的やな個人的な、はい、これどれしようかどれしますあと残ってるのがそこしかないね F の下50の選択そこしかないってあんまでもえ重太郎なんで J で違う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 重太郎なんで意味ある空いてるとこ行ったらどうなるじゃあまあ F はいそうねはいはいさあ全チーム張り合いました運命のこの後マジでこれ運命変わるよこれちょっと変えた方がいいと思う自分の手で運命変えたい普通なら全員わー行くけどねいや分かっちゃうあ青青いいねあいいね片目片目貸してくださいいける運命の男最後お願いしますいい声でねいい声で締めてほしいディスティニーメン俺が運命ディスティニーメン行こう変えてくれよどうなる結構丁寧なのよ。声の割にめちゃくちゃ丁寧。すごい迷ってる。すごい迷ってる。そっからすごい揺れてる。おからそっからそっから。なんだその。縮れ麺みたいな。なんだその麺。迷いを感じる。どうしようどうしよう。おお。大丈夫。どうですかね。こんなもんで大丈夫。こんなもんで大丈夫ですか。もうわかんない。大丈夫ねじゃあ終わり。結構行きましたから。さあ、ガチャガチャしていただいて、じゃあドラムロールお願いいたします。決めますよ、本当に。いいよ、いいよ、いいよ。せーの、そいや！お！行きますよ。行きますよ、それ。行きますよ。自分で確認していただいて。Gということで、じゃあ、カイさん。はい、私。G、線引いていただいて、もらいました。さあどうなる？じゃあみんなまだじゃあ下は見ないで。下は見せない。お願いします。カメラの皆さんも一緒ですよ。ここ丸つけますよ。ついてきてください。ゆっくりゆっくり楽しんでいきましょう。いきますよ。どうなる？ああいいね。もう覚えてない覚えてない。どうかどうか。覚えてない。怖い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 。おやっぱ線生きてくるよこれ。おいったそっち行く。めっちゃよくね。斜め行った。以上決まりました。じゃあお願いします。よ、せーの、ドン、シーよ。やった。それでは該当メンバーを前に出ていってください。一言。コメント。あ、嬉しいです。大先輩？一番の先輩だよ。そうですね。まあ、せっかくこう韓流チーム、韓流好きチームで選ばれたのでめちゃくちゃかっこいい曲とかでせっかくならちょっと本当に K-POP 寄りというかそういう曲をやらせていただけたら嬉しいなと思っております。あとは、ハヤトとか氷馬がいるんだっけか、なのでちょっとかっこいい曲ができたらいいなと思ってます。おー楽しみですね。おめでとうございます。おめでとうございます。そして2位の西日暮里駅、うん、そして3位の新大久保駅ですね。あ、いや、そう、ピタリ賞の新大久保駅、兄弟、西日本出身と韓流好き、この3ユニットはどのタイミング違うだろ。あんなにタイミング見てたのに。タイミングをちょっと見失ってしまったの。ごめんなさい、ごめんね。すいません。はい、以上のですね、3ユニットはオリジナルユニットソングを、制作&配信リリースということで、美談ザライブ2023のステージでパフォーマンスをすると。楽しみだね。はい、そして、最後に皆さんに嬉しいご報告があるんですよね。そうなんでございます。ついにですね。みんな言っていいかな、これ皆さん言っていい？そういうこと？大丈夫かな、これ嬉しい、これ言っていいかどうか多数決取っていい？取ろう、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 取るかい。言っていいと思う人言わ、飛ばします。ここですかね。本当にね、皆さんこの1ヶ月ちょっとバカ、いえ、ついにですね、ニューデイ、ニューウェーブのミュージックビデオが5月16日、こちらもう3日後ですね、火曜日21時に公開されます。ということで、じゃあ皆さん最後はあの言葉で締めましょうか。いきますよ。大丈夫ね、みんなあの言葉もうぴったり揃えていきましょうね。いきますよ。それでは、せー
ーの、ソリダー。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう。